I don't know.
うん、これは古代エンジュールの末期を描いている壁画だ。あれが光浴寺。これこそが古代エンジュール文明の最大の過ちだ。精霊石を使えるのは光浴寺のみ。それが自然の断りだった。だが人々はそのことを忘れ、自らの手で繁栄を作り出そうとして触れてはならないものに手を出したんだ。その結果、繁栄の極みを成し得たと同時に滅び去っていったのだ。光浴寺もろともな。あなたはなぜそんなことを知っているの？母から教わったのだ。そう、私の母は亜人なのだ。亜人の中でもとても古く穏やかな種族だった。私の父バール将軍は古代エンジュール文明の秘密を得ようと私の母と結婚したのだ。幽霊さん。私は母の愛したこの大地、この世界を愛している。私もどうかしているな。初めて会った君にこんな話を。きっと君の瞳のせいだ。リンと話しているような気になってしまったよ。よく似ている。さあ行こう。出口は塔の頂上だ。
を出してジャスティン。え、でもどうして。いいから早く。リン、なぜ。精霊石を手に入れるためなら何かを犠牲にしても構わない、そう思ってた。でも今の私にはわからないの、それが本当に正しいことなのか。だからこれはあなたが持っていて。私はツインタワーの中であなたとは出会わなかったし、精霊石を手に入れることもなかったの。わかったよ、ありがとうリン。ねえジャスティン、最後にこれだけは教えて。あなたにとって精霊石って何なの。え、難しいこと聞くな。俺にとって精霊石は、そう、冒険者の魂さ。ちぇ、笑うことないじゃんか、ひでえな。ごめんなさい、なんだかおかしくって。やっとわかった気がする。フィーナがあなたと一緒にいるそのわけも、私があなたに出会ったことの意味も、あなたのことずっと忘れないと思う。さようなら、ジャスティン。